アマンダローラ・バインズはアメリカ合衆国の女優。ニコロデオンチャンネルの番組司会者である。カリフォルニア州サウザンド・オークス出身。父親のリック・バインズ司会。母親のリンは司会助手。兄と姉がいる。アイルランド、ポーランド、ロシア、ルーマニアの血を引く。父親はカトリック教徒。母親はユダヤ教徒。7歳からテレビコマーシャルに出演。 1996年に舞台デビューし、アニーやサウンドオブミュージックといった作品にも出演する。1999年に自身の名前がついたザ・アマンダ賞に出演。ニコロデオンキッズのチョイス賞を受賞した。16歳の時から出演しているコメディドラマ、恋するマンハッタンのホリー役で人気を集める。2006年のティーンピープルにて25歳以下のホットな25人。 に選出された。2007年にはヒットしたミュージカル映画、ヘアスプレーにも出演した。2010年6月に、ツイッター上で引退を表明するが、翌月には撤回した。2011年のコメディ映画、ホールパス、帰ってきた夢の独身生活1週間限定、では本来脇役ながら重要な役どころのページ役に、名前が上がっていたがスケジュールが合わなかったためか、 アレクサンドラ・ダダリオが代役を務めることになった。2012年、4度の当て逃げ事件を起こして、うち4月と8月の2件で起訴された。9月11日には、免停中に事故を起こし、またその際に大麻を吸引していたことで注目され、16日にも、運転が発覚し、車両を没収されている。2013年4月には、ツイッター上で、 接触障害を抱えていると語った。同月末期、ジムで大麻を吸引して、ジムを追い出される騒動を起こしている。2013年5月には、自宅のビルのロビーで薬物所持で逮捕された。この際、警察官にセクハラを受けたと主張。またこの頃頻繁に、自身が顔面の美容整形手術を受けていることを告白している。2013年7月、 以前より肥満が指摘されていたところ、12キロ以上の減量に成功と報道されたが、月末に他人の家に勝手に侵入し、勝手に焚き火をした容疑で警察に身柄確保され、そのまま強制入院措置となった。また、この際、飼い犬にまでガソリンを浴びせていたことも分かった。10月頃、退院しリハビリ施設に移った。12月頃出所。ファッションの勉強をするため、 大学に進学予定のリサーチを行っていると報じられた。2014年4月、自身は統合失調症ではないと主張。この年の6月まで裁判所の命令により両親の監視下に置かれていた。9月28日、飲酒運転で逮捕。10月7日、19歳の男性と婚約したと自身で発表するが真実性を疑われる。10月8日、 ニューヨークの高級百貨店、バーニーズニューヨークにて帽子を生産せずにかぶったまま店外へ出て、トラブルになる。当人は財布を取りに行っただけと主張。また、店内で一般人に写真を撮られたことにより、発作的に店外へ出た、ともされている。2014年10月10日、ロサンゼルスに戻ったところを再度強制入院。当日ツイッター上で、 幼い頃から父親に性的暴行を加えられてきたと主張し、携帯電話でロックがして、父親を逮捕させたいとも話していた。母親は、この発言を否定。当人は、その後、父親から性的暴行を受けてはない、頭の中に、彼の命令で、マイクロチップを埋められており、そのマイクロチップが自身をコントロールしてそういう、発言をさせたと発言していた。ありがとうございます。